ちなみにこちら、神戸です。神戸はレギュラー136円ですね。N を数141円、138円。ここどこやろ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらこの奥にね、ほら見えてます、あのガソリンスタンド。今日はね、あのコストコのガソリンスタンドで、ガソリンを入れてみようと思います。このカードでね、入れてみます。あのコストコ専用のね、カードじゃないと入れれないということで、まあプリペイドカードでもね、入れれるみたいですね。では行ってみましょう。はい、やってきました、セルフガソリンスタンド。今日はね、これ夕方に来たんでね、結構空いてましたね。ここも時間帯になるとね、結構行列になったりしてます。到着。ではね、カードを入れてきます。これ単価出るんかな。いや、すごいね、簡単なんですよ。現金のね、取り扱いがないので、カードだけしか使えません。バーコードリーダーでねやるんですね。クレジットカード、これどっちこっち。クレジットカードでね、はい、入れてください。これ何、リワードって。あ、ポイント。レギュラー満タン。あ、今126円ね。あ、126円、めっちゃ安ない。ガソリン入れてます。いや、私のね、フィットちゃんそんなにね入らないんで、126円だったんですね。安いですね。あの、ちなみにこれ廃浴いくらぐらいなんでしょうね。これクレジットカードね、これ作ってくださいね。今日はね、8月14日で、レギュラーガソリン126円でしたね。廃浴は136円と、軽油は102円なんですね。まあ136円でしたらね、さっき尼崎の近くの、シェルで、138円。ここどこやろ。138円ぐらいでしたよね。なので廃浴の値段ぐらいで、まあレギュラーが入れれるという感じですね。まあ12円ぐらいの差がありましたね。ちょっと買い物して帰りましょう。クーポン券が出てきます。レシートとね、一緒に出てきますね。水餃子200円オフ。ハンドロエジックワイパー、あ、ミシュランのワイパーがね、300円オフですね。というわけでやってまいりました。今日はですね、実は今コストコにいます。コストコでね、タイヤ交換ということでね、これね、5000円割引、5400円割引かな。まあそれがね、なんかね、知らないんですけど、8000円割引になるということじゃ、はい、どうでしたかね。レギュラーガソリンでしたけど、まあ他のガソリンスタンドに比べるとね、まあちょっと安いかなという感じでしたね。その代わりね、こういった会員にね、入らないとダメなんですけどね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、っていうわけでね、コストコのガソリンスタンドでガソリンを入れてみたでした。じゃあね、もうおいしゅう。